久保さん今回大谷翔平にしましょうか160キロを目標にした時もできないと思ったら終わりだと思って3年間やってきましたできないと思ったら終わりだと思って思ったら思うっていうね <laughs> 思ったら思うと、はい、大谷翔平さんねすごい活躍されてますけどねすごいですよね二刀流でなんかベーブ・ルースの記録とな超えたのかな うん、すごいっすよね。うん、なんか昔はなんかイチローすげえなと思ってたんだけどやっぱそのイチロー選手じゃできない偉業っすよね。ピッチャーもほう投げるもねゴジラまずいみたいなね。なんかまあい,いろいろねメジャーリーグにこう日本から出てっていろいろ活躍された選手いますけど二刀流はないっすよね <laughs>。すげえなと思いますね。うん。うん、そう まあ、あのどう思うかですよね <laughs>。その、ま、負けを負けと思うんだったら負けだと思うし。うん、だから、思うって大事っすよね、うん。だから僕ね、野村監督はね、他のやっぱ野球監督とは、落合さんもな、落合さん、でもな、僕はまあ野村さんだな、落合さんも結構いろいろとかんなんか本出されてたと思うんですけど、野村さんが圧倒的に本出してるんですよね、多分 多分の、落合さんの本もあったかなある、僕買ってないな、落合さん。落合監督本。あ,あんま出してないですよね、本。多分出してるとは思うけど。あ、でもまあまあ出してるか。うん。でも野村監督ほど出してるのはいないんじゃないかなっていう。うん、やっぱね、ぱ結果も出してますしね。 野村監督はやっぱその弱小、まあ、な特に僕が印象深かったのがやっぱ楽天ですよね当時一番な巨人軍なんかはまあ本当にすごい有名な選手がどんどんその引っ張ってねこのすごい花形じゃないですかだけど楽天って当時もう全然弱くてね弱小みたいな感じだったんだけどそれをこう上まで持ってったっていうのはあれは結構僕はすごい偉業だなとは思うんですよね まあヤクルトもそうなの。ヤクルトは、すみません、僕、古いんで、そこはあんま分かんないですけど、楽天が僕は印象深かったですね。うん。そう。僕はまあ、ネット、僕はだからネットビジネス界の野村になろうと思ってますからね。ネットビジネス界の野村っていう、稼げない人を人生変えていくっていうね。そうい,いってらっしゃい。